小松線は石川県小松市の小松駅から同市の宇川優先寺駅を結んでいた北陸鉄道の鉄道路線。モータリゼーションの進行による利用者の大幅な減少により北陸鉄道の経営合理化の対象となり1986年5月31日限りで全線廃線となった。ほぼ中間に位置する加賀八幡駅が交換駅で 朝夕は約20分ごと、日中は約60分ごとの運行で、廃止時点では1日に20往復が設定されていた。小松線の前身となる白山電気鉄道は、鳥越村の近名鉄道釜清水駅に至る構造で、鳥越村の鈴木玄平ほか67名の発起により、 1926年3月に、のみぐ小松町道軍中海間の不設免許状が、下付されたことに始まる。11月に会社を設立し、資本金65万円としたが、株金の払い込みが進まなかったため、不足分を借入金でまかない工事を進め、1929年5月に、なり小松優先時間の開業を迎えることになる。ところが、 開業間もない12月には、債権者の訴えにより破産宣告を受けた。これは1930年4月、広告により破産宣告取り消しとなったが、その後も経営者はたびたび変わり、株主総解決義務公確認の訴訟など、内紛もあった。負債はある遺跡しついに半額減死し、その後17万5千円の増資を行って、資本金を50万円とした。 やがて戦時体制になり、宇川わ遊戦時近くの洞窟に海軍軍需部の施設や中島飛行機の疎開工場が建設された。また、北陸本線の手っ取り川橋梁が破壊された時の迂回路として、1945年5月に宇川遊ぶ戦時かが佐野間の免許が申請された。検討局は、施設統合による統制を進めていき、1942年に、 発足した北陸鉄道により統合は具体化していった。最後に残った小松電気鉄道は、浅野川電気鉄道と共に合併には否定的であったが、北陸鉄道に石川県警察部の推薦で支配人に入った前、保安課長、西村浅井が合併に努め、反対していた社長の町や彦作を小松署に交流している間に、北陸鉄道への統合を完成させた。 戦後は通勤、通学の足として、1967年には約212万6千人の利用客があった。しかし以降は、平行道路の整備により、利用客は急減。1983年には約62万3千人まで落ち込んだ。駅の無人化などで経費を削減したが、収支は悪化するばかりで、ついに1984年に小松市長に、 小松線廃止の申し入れを行った。道路整備の遅れや代替バスが自社のものではなく旧、おこや鉄道の小松バスであることなどがネックとなり、接衝は難航したが、1986年4月にバス代行同意に至り、同年5月31日限りで廃止となった。小松線の近年の輸送実績を過表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。 輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。小松線の近年の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。駅名及び、所在地は廃止時点のもの。全駅石川県小松市に所在。廃止後は、廃止代替バスとして、旧小松バスが、小松駅と、宇川遊ぶ泉寺の先の羽生前まで路線バスを運行している。ありがとうございます。